では私の方からプラッターの話をします。まあ、プラッター最近出てきたものなんで、まあ紹介というか入門的な内容でセッションしようと思います。プラッターって何なんですかっていうと、アプリのための SDK です。 SDK でありフレームワーク、モバイルアプリを開発することができる。で、最大の特徴がクロスプラットフォームっていうことで、 Android だけではなくて iOS 向けのアプリを作ることができるっていうのが大きな特徴です。で、今年の Google I.O. で、ベータ3っていう、バージョンになりましたっていう発表がありました。ベータになったのが2018年の2月で、ベータ2が4月で、 I.O. でベータ3っていう形になりました。で、去年の I.O. の時にアルファになったんで、アルファからベータ1年ぐらいでなりました。まあ、アルファの段階で、Google でアルファっていうと、基本的な、設計っていうか、コアは OK だけどいくつか足りない機能がありますっていうのがアルファで、ベータにしたっていうことは、アルファで検証が終わったんで、機能としても十分揃ってる。で、ただまだ、SLA とかサポートの保証みたいのがないけれども、十分揃っているので、もうすぐ製品になるよっていうのがベータの位置づけだと思います。なので来年の I.O. で、ベータを卒業してバージョン 1.0 になるといいなと思っております。で、フラットのセッションは6つぐらいあったんですけども、マテリアルデザインとかファイアベースプラスフラッターというセッションがあって、フラッター中心のやつが2つぐらいだったんですけれども、今日はあんまり、セッションの振り返りみたいなのはしなくて、フラッターの紹介入門的な内容をお話ししようと思います。で、フラッターの特徴なんですけど、ここに挙げた通りで、クロスプラットフォームっていうのが一番大きいかなと。で、言語は Dart で書きます。で、リアクティブなフレームワークで、 UI はマテリアルデザインに対応した自前の UI を持っています。で、もちろんオープンソースで、しかも開発が GitHub 上なんで、コントリビュートがしやすいっていうのが特徴だと思います。で、目指しているところは高い開発効率の実行パフォーマンス。で、クロスプラットフォームなんですけど、Android はもちろんサポートしてますし、iOS もサポートしてます。で、あと一応もう一個、風車っていう、Google が Android は別で組み込みを作ってる OS があるんですけど、風車にも対応しているというのが特徴かなと。なので、この風車が、今後どうなるか分かんないですけども、出てくると、フラッターの重要性っていうのは上がってくるかなと思います。で、今はそのモバイルアプリっていうのを主眼にしてるんですけども、GitHub のイシューとか見てると、 MacOS のアプリ貸したいとか Linux で動かしたいみたいな要望とかもあって、検討しようかなみたいな空気にはなってるんで、将来的にはもしかしたらデスクトップもあるのかなと思っています。で、アプリは、基本 Dart で書きます。OS とのつなぎ込み、 OS でどうしても違う部分っていうのがあるんで、その Bluetooth とか位置情報とかネイティブカメラとかネイティブに近い部分は Android だったら Java かコトリンで書いて、 iOS だったら Objective-C/Swift で書いてっていうことになりますけども、基本は Dart だけで、 Dart だけで書いて Android、iOS 動くアプリが作れちゃうっていうのが大きい特徴です。で、言語は Dart で、 Dart 最初に出た時は Alt.js というか JavaScript を置き換えを狙って
た、Google としては狙ってた言語で、まあ、いわゆる LL というか、まあ、こういう言語だったんですけども、で、DART、最初はそうだったんですけど、今 DART2 になって、型が結構しっかりついてて、コンパイル時、開発時に型のチェックが効くんで、静的な、ほぼ静的な型付きと言えるような状態になっています。で、AOT コンパイルに対応してまして、まあ、クライアントサイド、アプリを作るにあたって DART 言語で書いたやつが、ネイティブの ARM コードとかにコンパイルされる。なので、リリースされるアプリは VM 実行じゃなくてネイティブコードで実行されるっていうのが今のDART です。で、まあ、もともと DART は VM なんで、VM 実行ができてる。これは開発中は VM 実行してて、コード変更したらホットリロードっていうのができる。この AOT と VM 両方持ってるっていうのはなかなか強みなんじゃないかなと思います。で、型推論があるんで、まあ、型、静的型付きなんですけども、変数の宣言とか、まあ、型を明示しなくても推論してくれるので、まあ、そこは今風かなというところです。で、あとは非同期処理が言語のコアでサポートされているので、まあ、フューチャー、まあ、他の言語だとプロミスって言ったりもしますけど、フューチャーっていうのがあったりとか、エイシンクアウェイトっていう構文があったりするので、まあ、非同期処理も書きやすい。で、DART はまあ SDK であり、フレームワーク、UI フレームワークでもあるんですけども、リアクティブなフレームワークです。で、これはまあ公式サイトにも書いてあったんですけど、リアクトですね。リアクト、ウェブのリアクトだったり、リアクトネイティブのリアクトのことですけど、そこからインスパイアされてますっていうことです。なので、その、基礎との仕組みもすごい似てて、まあ、ビルドっていうメソッドを自分たちで、まあ、オーバーライドするんですけど、そこからウィジェットのツリーをこういう画面にしたいっていうのを返すと、そのツリーがフラッターが解釈してレイアウトしてレンダリングして UI になる。そしてなんかデータだったり何かの状態が変わったらセットステートっていうメソッドを呼ぶと、もう一回ビルドが呼ばれて新しい画面に呼ばされる。で、フラッターは前回のビルドと最新のビルドのウィジェットのツリーですね、の差分を描画してくれるんで、変更があったところだけ更新する。まあ、この辺は、まあ、リアクトと同じなんですけども、フラッターもそういう感じになっています。で、フラッターが目指しているところは、まあ、高い高パフォーマンスっていうのが、すごいフラッターチームとしては気にしているようで、まあ、IO でもその、まあ、リアクトネイティブと比べたアドバンテージはどこですかみたいなのを、まあ、質問した人がいて、まあ、実行パフォーマンスっていうのはあるっていう話でした。で、それはなんで達成されているかっていうと、DART で書いたものがネイティブのマシンコードにコンパイルされるっていうのがあって、インタープリターがないので非常にコードの実行が早い。まあ、リアクトネイティブは JavaScript Core で、あと OS、Android の UI とか iOS の UI のラップで、でビジネスロジックは JavaScript になってますけど、ラッターの場合はネイティブのマシンコードだし、UI も自前。で、その UI は GPU 経由で画面に描画されてます。で、一番下にフラッター、いろんな層があるんですけど、下にスキアっていう 2D グラフィックスライブラリーっていうのがあって、これ Firebase とか Chrome が使ってるグラフィック C プラで書かれたグラフィックのライブラリーがあって、まあ、それ経由で GPU を使って画面に自前で UI を書くところまでやってるというところで、まあ、高いパフォーマンスっていうのを実現してる。
な開発効率みたいなこう歌い文句があって、でまあそれも2つポイントがあって、プラグインが、まあ、提供されてて、これのサポートがかなり厚いですね。インテリジェ最初インテリジェのプラグインが、まあ、公式からあって、で今は Android Studio とビジュアルスタジオコードも公式のプラグインがあります。で、まあその、まあ、DART に対応したプラグインであるっていうのは、まあ、もちろんなんですけども、デバッグができるっていうのは、すごい重要なポイントで、ブレークポイント貼って止めたり、ステップ実行したり、値を見たりっていうのができるんで、非常に開発がしやすいっていうところがあります。そしてもう一つが、まあ、ホットリロード。コードを編集してて、Android の開発、今すごいリロードが早くなりましたよね。あれ、昔はすごい遅かったんですけども、ああいう感じで、なんかちょっとコードを変えて、リロードしてっていう開発がすごいしやすくなっています。で、ホットリロードので、ちょっとこれ、アニメーションチェックが、スライドだと映んないで、まあ、これ公式サイトがあって、まあ、右側にエミュレーターありますね。で、左がビジュアルスタジオコードで、まあ、真ん中の上の方にこうリロードボタン、緑色ちょっとあるんですけど、こう文字列の中を変えると、右側がクリックだったのがタップドに変わります。アイコンをフェイバリットにすると、右下がプラスからハートに変わります。で、UI だけじゃなくて、カウントアップだったのがカウントダウンに変えると、ボタンを押したときに数が減ります。こういうのがリロードボタンを押して本当 0. 何秒で反映されるので、開発しててこういう風に並べててすごいなんかデザインの変更とかすごい楽ですね。あ、ちょっとここのマージン変えたいな、ちょっと1ピクセル2ピクセル増やしてリロードとか、ちょっと文字の太さ変えようとか、そういうのがすごいしやすい。あとはその UI をウィジェットのツリーですね、こう入れ子で書いていくんで、そのコードから、まあ、最初フラッターやり始めてコードを書いててちゃんと想定した UI にならなかったりするんですけども、あ、ちょっと直して、あ、ここは縦に並べようとか横に並べようとか、そういう変更がしやすい。すごいホットリロードによって開発スピード、こうビルドの待ち時間がなくなるっていうのはすごい感動的だなというのが、まあ、フラッターの特徴かなと思います。これ今、まあ、右側が iOS のシミュレーターですけど、もちろん Android のシミュレーターも OK という感じです。で、まあ、フラッターさっきの画面でもありましたけど、フラッターってどんな感じでコード書くのっていう感じなんですけど、まあ、この、まあ、メイン関数と、まあ、ランアップっていうのが、まあ、一番最初にだけ使う関数ですけど、このニューで書かれてるやつが全部ウィジェット、いろんな種類のウィジェットがあって、ボタンとかテキストとかいろんな種類のウィジェットがあって、それをこう入れ子にして作ってる、まあ、HTML の DOM とかそういうのに慣れてる人は、あれと同じだなっていう感じで複数が入れると思いますし、リアクトネイティブの経験があれば、まあ、JSX とすごい似たような感じで、まあ、概念的にはすごく一緒なんで入りやすいかなと思います。まあ、マテリアルアップっていうのが、まあ、一番ルートのマテリアルデザインのアプリですよっていうのがあって、スカフォールドがなんか画面の足場みたいな感じで、スカフォールドを使うと上に Android のツールバーとか iOS のナビゲーションバーみたいなやつがあって、ボディが下にありますよっていうのは簡単に作ってくれる。スカフォールドがあってアップバー、上のツールバーですね。でタイトルの部分はテキスト でボディの中にテキストをセンタライズして、でテキストのオプションでフォントサイズ48にしますみたいな、こういう感じでウィジェットとそのプロパティの組み合わせでどんどん UI を作るっていうのができるっていうのがフラッターです。
ントはすごいたくさんあって、まあ、ここはなんかよく使うものを書きましたけど、なんか1000ぐらいあってすごいいっぱいあるんで、まあおおむね実現したい UI は、まあ、困ることはないかな、まあ、テキストみたいなのもありますし、まあ、そうテキストとかボタンは、まあ、分かりやすい実体の UI ですし、レイアウトっぽいリストビューとかグリッドビューとかスクロールビューみたいなのもあるし、で3行目のローとかカラムっていうのはローは、まあ、ウィジェットを横に並べます、カラムはウィジェットを縦に並べますみたいな、あとスタックもそうですね、レイアウトっぽいのもウィジェットになっています。で4行目にあるボトムナビゲーションバーっていうのは iOS の下タブみたいなやつですけど、そういうタブバーとか、まあ、LL デザインに対応したウィジェットが豊富に揃っています。で、まあ、事例なんですけど、まあ、今年の IO に合わせていくつか新しく事例が発表されて、まあ、去年まではあんま事例っていうのがなかったんですけど、一番個人的に、興味深かったのがアリババ、中国のアリババの、これが個人間意思だ、日本でいうメルカリみたいなやつがあって、シャンユーっていうんですね。それが、フラッターを使ってるらしい。で、これが、2000万 MAU のサービスでフラッターを作ってる。で昨日まあ、中国なんで、プレイストアがないんで、アリババのこれのシャンユーのサイトに行くと APK をダウンロード、こちらみたいなリンクがあって、まあ、昨日 APK をダウンロードしてみたんですけど、まあ、Android の DEX ファイルもそこそこ大きかったんで、フラッターとのハイブリッドなのかなと個人的には思います。で、まあ、あとこれは僕が作ったアプリなんですけど、まあ、カーチューンっていう車好きのための、まあ、車版インスタみたいな車の写真がひたすらアップされてるだけなんですけど、まあ、これもフラッターで Android、iOS 向けに作って、まあ、すぐ作ることができたんで、まあ、開発効率は良かったなと思ってます。でフラッターの、まあ、ショーケースみたいなのがGoogle I/O でこういう感じで壁にバーってデバイスがあって、いろんなフラッターアプリが触れるようになってて、まあ、いろいろ紹介されてます。でなんかタブレットの左にあるやつはなんかアメコミっぽいキャラクターがやってますけど、なんか2ディメンションっていうなんか 2D アニメのなんか SDK がフラッター対応したぜみたいななんかニュースがあったりして、まあ、フラッターってもともと主眼としてはアプリ、ゲームじゃなくてアプリが主眼だったんですけども、まあ、そういう 2D 向けの、まあ、その周辺のツールがサポートしてくると、もしかしたらゲームとかも今後 2D 版のゲームとかはあるのかなと思いました。はい、まとめですけれども、フラッターはモバイルアプリ向けの SDK で、まあ、この後ノブさんからマテリアルデザインの話がありますけれども、フラッターはすごいマテリアルデザインサポートがすごい充実してて、フラッターで作るともうマテリアルデザインになっちゃう自然に、であとマテリアルデザイン今回いろいろ新しい発表ありましたけども対応が早いんで、新しいマテリアルデザイン対応したアプリがすぐ作れる状態になっていると思います。で Android、iOS 両対応してて、まあ、フルスタックなんで上から下まで、まあ、そのフラッターでアプリを作ると iOS と Android の差分がほとんどなく動きます。逆に言うとそのどっちかによらないんで、マテリアル iOS でもマテリアルデザインになっちゃうっていうのがあるので、まあ、それが嫌いな人は頑張って分岐しなきゃいけないっていうところはあります。で開発効率がすごい高くて、まあ、さっきのホットリュードもありましたけども、すごい開発しやすい状態になってます。で今年の IO でベータ版になります、
ータ3ですね、まあ、ベータになったのは2月ですけども、で、来年 1.0 になるよっていう話があったんで、まあ、来年の IO で 1.0 の発表するのかなと、まあ、今はまあベータ版なんで、まあ、ないとは思いますけど、その、まあ、Google をやめちゃう可能性もなくはないんですけど 1.0 になると大丈夫。ただすごいオラッタの GitHub で開発してるんで、それ見てるとすごい活発で、 Google の人もたくさん参加してるし、まあ、あと風車とか、まあ、その辺もその風車対応のコミットですみたいなのが結構コミットログ流れてくるんで、 Google としては結構力入ってるのかなと個人的には思ってます。はい、セッションは以上です。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。すみません、何か質問ある方いらっしゃいましたら、せっかくの機会ですので。はい、ラープ以外の、まあ、自分たちは JavaScript みたいな人たちですけど、はい、そういう他の言語が対応するみたいな、その予定はないと思います。なんか JSX の部分だけ入れてほしいみたいなイシューとかはあるんですけど、あんま多分対応される気はないんじゃないかなと見てて思います。ただ Dart 自体は、まあ、JavaScript とはだいぶ違いますけど、TypeScript だったり、あるいは Java に慣れてれば割と入りやすい言語だとは。最後なんですけど、はい、Google ってダート来るよって言ってて、うん、タイプスクリプトを正式採用したりとかしてるじゃないですか、はいはい、その点でダートって今後あるんですか？ダートは、ブラウザとかウェブではあんまないと思うんですけども、このフラッターをはじめ、まあ、モバイルアプリのところでは割とありかな。そのやっぱり型がしっかりしてるっていうのと、その AOT コンパイル、ネイティブにコンパイルできるっていうところ、この辺はそのアプリ向けかなというところがあります。まあ JavaScript も前レーシンクアウェイトが出て、やっぱりヒロトリとか、まあ、Dart もシングルスレッドでレーシンクアウェイトで効率よく実行していこうみたいな、その辺は一緒なんですけど、来年の IO でフラッタータイプスクリプトで書けるようになりましたなんてことはない。どうなんすかね、ネイティブコンパイルできればいいのかもしれないですけど、そこが重要なんですね。そうですね、はい、VM 実行じゃないっていうのはでかい。中の人でもそれ分かんないんじゃないか。分かんない。全くそのダート以外でそのネイティブコンパイルできるようなやつってあったりするんですか？まあ、Java とか、まあ、コトリもコトリンネイティブとか発表がありましたけど、うん、どうなんですかね。そのただダートの UI 自体が、あ、違う、フラッタの UI 自体がダートで大量に書かれてるんで、その上に何かもう一個別の言語を載せるっていうのは、あんまり効率良くないかなと思いますね。はい、あ、フラッターでオノーティング動きますか？いや、どうでしょう。アンドロイドシングスは、いや、今は動かないですね。あ、分からない。聞いてる。いや、今は動かない。あ、そう。うん、何が動かない？え？何が動かない？だって普通はあのフラッターはただの APK を出すから、そうそうそう、だからそれ DB インスタルは、ああ、つなぎ込めばいけるのかな。その Android でいうと、フラッターアクティビティっていう1個アクティビティがあって、そこに全画面のサーフェスビューがあって、フラッターが GPU でそこに描画してるだけなんで、アクティビティとサーフェスビューさえあれば、あとは
コンパイルされた C プラット、Dart のコードだから。じゃあ、シューフェジューは Open Things で動くから。じゃあ、頑張れば。まあ、動くかもしれないですね。面白そう。ただ、APK がちょっと大きくなっちゃう。ハローワールドでも7メガぐらいになる。対応あって、そのフラッターは基本 UI フレームワークなんで、UI はもうフラッター自体で iOS、Android 両方対応してるんですけど、そういう OS 個別の機能を使いたい場合は、なんかプラグイン、チャンネルって呼ばれる仕組みがあって、Dart の世界から、なんか RPC みたいな感じで、Android だったら Java のコードに行って、その Java のコードのハンドラーの関数のここが呼ばれるから、Java で書いて、で、なんか、その JSON とかで、フラッター側に戻す感じはできます。じゃあ、本当にも Java とか Kotlin で書いてもいいんですけど、フラッターのことの組み合わせみたいな感じで。はい、そういうのも全然できるんで、呼び出して戻ってきて、まあ、その、多少オーバーヘッドがあるんで、すげえ細かい処理を大量に呼び出すというのは、なんか大きい機能で、これやってねって呼び出して、Java の方でいろいろやって、結果を戻すっていうのは全然 OK ですね。で、公式のプラグインもいくつかあって、シェアドプリファレンスとか、そういう、あとデバイスインフォ、パッケージインフォみたいな、そのデバイス、OS のバージョンを教えて、取ってくる、そういうのは公式のプラグインであったりします。はい。ありがとうございます。他に何か、いいですか？はい。すみません。フラッターは使ったことないんです。UI ってさっき入れ子にしていって、はい、そうですいうことだったじゃないですか。はい、で、なんかそのすごい入れ子にしていくとすごい階層が深くなっちゃうと思うんですけど、はい、なんか そこら辺を簡単にできるっていうか、見やすい可動性の面は、うん、そうですね。すごい UI はまあ入れ子になります。で、そこはまあ普通の開発とかと一緒で、例えばクラスを分ける、ある部分だけ。うん、その別のクラスにするとか、関数を分ける、なんかそのビルドヘッダーとかビルドボディみたいなのを自分で別の関数作って、まあ、その中にある部分だけ作って、なんかメインの部分でそれを呼び出して組み合わせるとかして、だから関数分ける、クラス分けるっていうことで、そのネストが深くなるのを避けるとか、そういう整理の仕方っていう感じになります。すげえネストは深くなります。フラッターで開発してると、なんか ID のインスペクターみたいなのがあって、この、まあ、Chrome Dev Tool とかだと、こう、ある部分をどうなってるかなって見ることができる。あれと似たような機能があるんですけど、めちゃくちゃネストが深くなります。でもまあ、それ自体はパフォーマンスに、なんかすごい悪影響って感じじゃなくて、それ前提でフラッターを作られてる感じですね。はい。ちょっと関連してなんですけど、普段ウェブやってるんですけど、はい、そうするとこうその構造とスタイルって分けたくなるんですけど、フラッターで書く場合、さっき言ったと、そう構造の中にこうカラーとかも書いてあるような感じだったんですけど、うん、それを分けたりっていうのはできたりするんですか？フラッターで、まあ、スタイルの定義は2通りあって、まあ、個別のテキストにこいつは色は黒だとか、フォントサイズはいくつだとかを個別に設定することもできるし、上の方でなんかテーマっていうウィジェットがあって、この部分はこういうテーマだ、このアクセントカラーはレッドでとかやると、そのテーマで囲われた下のウィジェットはそのテーマに従うっていう感じになるんで、まあ、ルートの方でうちのアプリのブランドデザインはこうだから、そのアクセントカラーは赤 でテキストのデフォルトのサイズはいくつでっていうのを設定して、でデフォルトじゃないとこだけ末端で個別に定義するっていう感じになります。まだまだ質問が尽きないと思います。はい、時間になりません。時間の関係もありますので、ぜひ懇親会等でやる、ね、またご質問いただければと思います。じゃあどうもありがとうございました。